俺たちの兄貴関口邦光、ミスターベガルタの名を継ぐ男は実はモエスポでこんな野望を口にしていました。ちょっとなんかレギュラー化してくださいよ、邦光の部屋とか。その野望、今だからこそ実現させちゃいました。今回は視聴者の皆さんからの質問にバンバン答えてもらいます。これで視聴率20%いきますね。視聴率のために関口さんを切り札としてお願いしましたんで、ではまず練習が休みの間は何をしていましたか、あとおうち時間は何をしていましたか。おうち時間は子供と本当に遊んでましたね。で子供とのコミュニケーションはすごい取れたと思ってます。流行りの遊びとかなんかこうあるんですか。怪獣ごっこが好きで、で怪獣に鳴らされるんですけど、それで喉痛めて、なんか声出なくなりそうなりかけて、それでやめました、ね。現在練習が始まった状況っていうのは関口さんにとってはどうなんですか。そうですね、走りとかそういう部分に関しては一人ではやってましたけど、素晴らしいピッチでみんなとやれるっていうのはやっぱ練習再開しなきゃできなかったことなんで、非常に良かったなと思います。おしゃれ番長の明るい関口選手、髪型はどうやって決めているんでしょうかという。髪型は適当っすね。なんかその時パッと思った時に、これしたいなと思ったらそれにするみたいな。意識したり影響を受けたりしてる人っていうのは特に。そうですね、まあ丹治さんとか。まあそれはちょっと冗談ですけど、まあ、ネイマールとかの面白い髪型とかは結構見えますね。リャンさんみたいにずっと髪型変わらないっていうのもまたこう、あれはやばいっすよね。もうずっと同じでよくいるなと思いますよ。同じ髪型で。サッカー選手をしていなかったらどんな仕事をしていたと思いますかっていう質問なんですけれども。サッカー選手していなかったら、いや正直わかんないですね。まあ、本当に小学校2年生の時に開幕して、そこから本当にプロになりたいって思いだけでずっとやってきたので、他のことは考えたことなかったですね、正直。お父さんが陸上の選手にさせたかったっていうのを聞いたことがあるんですよね。はい、小さい時から足は速かったですね。親も陸上をやらすよりかは最初そういうスポーツやらしてから、大きくなってからそういう走る専門の方っていうあれだったんですけど、親も結局そのサッカーにハマっちゃったので。もし関口選手が女性なら、ベガルタの選手と誰と結婚しますか。誰とですかね、まあ、シルビニョあたりじゃないですかね。やっぱ優しいし、なんかもうすごい怒らない、絶対女の人には怒らないだろうなっていう、まあいい男っすよね。まあ本当に今でも仙台のことすごく追いかけてると思いますし、2年しかやってなかったですけど、まあ本当に、まあ、仲が良かったですね。よく信用してもらいましたね、高卒から。悩み相談が一つ来ていまして、サッカーと私どっちが好きなのよと言われたので、迷わずサッカーと答えたら振られました。サッカーと恋愛を両立するいい方法を教えてください。難しいですね。まあそれは嘘でもあなたって言うべきでしたね。まあでも僕もあれですよ、あの小さい時というか学生の時は振ったことありますよ。サッカーは今サッカーの方が大事だからみたいな、そういう聞いてくる人は逆にどうかと思うんで、もう俺の中ではもう別だと思ってるんで、そのスポーツと、今だから聞いてみたいことっていう質問を集めました。最初の質問を私が絵にしてみましたんで、こちらです。じゃん。それ誰ですか、その2人は誰ですか。これ髪型の変わらないレジェンド先輩と、この日ゴールを取った髪型よく変わる茶髪の先輩です。よしくん。そうです、そうです。
浦和レッズに移籍した時に、ベガルタとの試合どんな気持ちでしたかという。まあすごい新鮮っちゃおかしいですけど、なんかその今まで仲間だった人が敵になってたわけで、なんかすごい変な感じはありましたけど、でもやっぱその中でピッチで出会えたっていうのは非常に喜ばしいことだったので、まあ、不思議な感じではありましたけど、まあ、すごい楽しかったなという印象というか、あれはありますね。他のチームから見たベガルタのっていうのはどんなチームに見えましたか？やっぱり弱さですごい強いイメージというか、まあ、みんなやっぱ言ってましたね。弱さでやりたくないっていうか、対戦するあれはすごいいつもやる以上にすごい注意してやってましたね。セレッソを退団してしばらく所属先が決まらなかった中で、ベガルタ復帰が決まった時の心境を教えてください。今だから言うけど予定だったんですけど、自分で決めて親にもそれを行くわって話をして、夜外食してじゃあ行ってらっしゃいみたいな感じの時に代理人から来て、夜聞いて朝方の6時ぐらいまで悩んで、もう一回自分がこの経験してきたことを若い奴らに伝えるってことも大事なことだと思いますし、まあ、浦和では本当に阿部さんにしても坪さんにしても代表を国を背負って戦ってきた選手たちもね、坪さんとかに関してはもうメンバー外でも続いても練習とかもサボらずずっとやってましたし、そういうチームを離れてそういう選手たちを見たことによって今の自分があると思うので、まあ本当移籍して仙台一回離れたことは自分にとっては良かったことだなと思ってます。内緒かもしれないけれども、梁選手と交わした約束って何かありますか？いやないですね、特にまあ本当にあの人とは、まあ、そういう口でね約束しなくても、まあ、思いが通じてる部分っていうのは非常にあると思うので、まあ、あの人とは本当にこれからもね、いろいろ関わっていけたらいいなと思ってます。やっぱ時々連絡取られてるんですか？たまにしますよ。なんかインスタとかもインスタライブどうやってやるのみたいな言うけど、いや俺もやり方わかんないんですよ。二人ともねついていけないですよね、新しいことに。将来的にベガルタ仙台やあるいはマイナビベガルタレディースで監督やコーチをしてみたいという気持ちはありますか？そうですね、まあ、レディースの方で監督とかっていうのは考えてはないですけど、まあ本当に男子の方で、何かしら関わっていけたらいいなっていう思いはありますね。まあ、監督、コーチだけじゃなくクラブがどうすればもっと良くなるのかとか、そういう部分で、まあ、何かしらに関わっていけたらいいなという思いはあります。現在の関口さんが、サッカーの試合で発揮できる、今発揮したいできる武器っていうのは、まあ、コンディションとかそういう部分でどこまで上がるか分からないですし、やっぱ練習試合もできるか分からない状況の中で、まあ、一発勝負のゲームになっちゃうかもしれないし、まあ、それはちょっと分からないですけど、その中でもやっぱできること、チームの一体感を求めるというか、試合に直結する部分じゃないかもしれないですけど、まあ、そういう部分は確実にできると思うので。言い足りないというか、一つこれ言っておきたいなっていうのがありましたらお願いします。そうですね、まあ、インターハイと甲子園とか、高校生が、ね、目指すところっていうのは大会がなくなってしまいましたけど、まあ、夢を諦めず夢を持ち続けて、これからも頑張ってもらいたいなと思います。応援してます。今日はいろいろありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。エレベーターのところに貼っといてくださいね。 20% 取れました。ありがとうございました。